するしない？どうも、日向愛子です。麻雀の匠、今回のゲストは土田光昇プロです。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ついに、はい、ツッチーがやってきましたね。本当です。よく呼んでいただきましてありがとうございます。土田さんといえばこうイメージはチートイツなんですけれども、もうね5階の極地それあ、違うんですか？僕がね一番好きな役はタイヤピンフ3色ですから。あらあらあら、旬つて横派ですから縦ではありませんから。でも今回の匠でイメージがかなりガラッと変わって変わるんじゃないでしょうかね。しまうかもしれない、春津派と呼ばれたいな春津マスター出てきたんでしょこの番組と。いや、トイツマスター初めてです。春津マスター新津清はまだです。あ、そうですか、はい、お先に、ね、先に決めるっていうね、こんなバラバラですからあと土田さんといえば第一座に自敗を打たない、あれは修行中の身なんだねまだまだ先にその第一弾自敗切るのはとっとということ。何年間修行されてるんですか？今回泣きの判断は今のところなさそうですか？誰の？土田さん以外に泣く僕が泣くことないです、ね、ありえませんはい。あの、チーしてノーテンバッグもらって嬉しいのって。嬉しいです。甘いな本当甘いな目いっぱいに進めていきます。あの、ね、展望増やせばいいってもんじゃないの麻雀は。あ、違うんですか？地ならし、耕すの、はい、最初は畑のような話になりましたね。そう、耕し方が問題なの。チーしたら耕してない、人の力借りちゃうわけでしょ。そうです。自力で耕すの。今耕してる最中。そうなのなるほど。